海老名駅、海老名駅は、神奈川県海老名市にある、小田急電鉄、相模鉄道、相鉄、東日本旅客鉄道、JR 東日本三社の鉄道駅である。小田急小田原線、相鉄本線、JR 東日本相模線の三路線が乗り入れ、接続駅となっている。小田急電鉄と相模鉄道の駅には、各路線ごとに、駅番号が付与されている。 相鉄本線においては当駅が終点となっている。島式ホームに目に4線を持つ地上駅で京城駅舎を有している。駅長所在駅で相模大野管区海老名管内として相部大前駅厚木駅間の各駅を管理している。一部の特急ロマンスカーを除きすべての定期列車が停車種環境接続や特急ロマンスカーの通過対比などを行う。 2016年3月26日のダイヤ改正より特急ロマンスカーが一部停車し、平日22本と土、休日25本が停車。かつては、主に東駅と相模大野駅で車両の連結、切り離しが行われていたが、2002年3月23日のダイヤ改正によりそのほとんどが新松田駅で行われるようになり、2008年3月15日の ダイヤ改正で連結、切り離しそのものが大幅に削減され、2012年3月17日のダイヤ改正で特急ロマンスカー以外の営業列車での途中駅での編成の連結、切り離しは完全に廃止された。2012年3月16日までのダイヤにおいては、小田原発予時代の急行新宿業、六両編成、本厚木まで各駅に停車は当駅で、 進行方向前方に4両を増結して10両編成に、新宿発23時半過ぎの最終急行小田原行、フォーンは次から各駅に停車は、後ろの4両を当駅で切り離し、終点の小田原駅まで行くのは、進行方向前方の6両であった。翌17日のダイヤからは、小田原発4時台の急行は、相模大野駅で乗り継ぐ形に変更され、 新宿発23時半過ぎの最終急行小田原行は終点まで十両で運転することになった。列車の連結、切り離しは原則として1番ホーム、下り線と4番ホーム、上り線を使用していた。2010年11月3日より本厚木駅と共に接近メロディとして、海老名市、厚木市出身の音楽ユニット、生き物がかりの楽曲、桜が使用されている。 これは、ウルトラマンの楽曲を採用した、蘇師ヶ谷大倉駅についでに例目である。改良工事の進捗に伴い、2009年5月31日書でにより、新宿より階段の使用が開始され、平日6時30分から8時30分まで、実施されていた3.4番ホームのエスカレーターの上り専用の扱いが廃止となった。また、 自動改札機を入り口専用として2台増設した。また、同年12月13日からは、改札口が1箇所増え、従来から、ある中央改札口、友人と新設される、西口改札口、無人の2箇所となった。これに合わせて、中央改札口と切符売り場の場所が、新宿方面寄りに移動した。2010年5月16日からは、客用トイレ、 本節の使用が開始され、駅室と無室が中央改札口の小田原方面よりに移動、切符売り場も左側に移動し、客用トイレ、仮設は使用停止となった。さらに、ホームの傘上げ工事と床の舗装も行われた。2009年3月29日、小田急、相鉄間の新設連絡通路が共用開始となった。 また2010年8月20日に自由通路整備事業が完了。詳細は公述し、校内には小田急マルシェエビナがオープンしている。改札口からホームへはエレベーターが各ホームに1機ずつ、エスカレーターが各ホームに2機ずつ設置されており、エレベーターは2007年5月12日に、エスカレーターは2008年2月3日にそれぞれ用を開始した。なお、 改良工事期間だった2008年2月から2009年5月頃まで、上りホームのエスカレーターは、平日の6時30分から8時30分まで2機とも、上り専用、ホーム改札外だった。改札内コンコースにあり、男女別に多目的トイレが設置されている。2010年5月16日より、現在の位置となり、それ以前は、下りホームに設置されていた。 主本線は2番線と3番線であり、1番線と4番線は対比線である。西側のザマ寄りに、エビナ車区があり、1日数本ほど東駅始発の列車が設定されている。小田急の4カ所ある、電車区、車掌区の一つ、エビナ電車区、車掌区でもあり、毎年10月中旬頃の週末には、ファミリー鉄道展が開催される。敷地内に、 初代3000系ロマンスカー、すが格納庫に収納されたまま保存されている。1番ホームと4番ホームで重量編成の夜間留置がある。JR 常磐観光線 E233 系2000番台2本、東京メトロ千代田線16000系2本の外泊運用がある。海老名市では1981年以来、神奈川県鉄道輸送力増強促進会議を 通じて、小田急電鉄に対し、当駅への特急ロマンスカーの停車を要望していた。これに対し、小田急電鉄は、今後、旅客の利用状況、駅周辺の状況及び鉄道施設の改善状況、等を踏まえ、検討していきたいと回答していた。なお、2009年5月10日には、海老名市長を会長とする、海老名発、ロマンスカー実現市民会議が発足し、 特急ロマンスカー停車を求める署名運動を行っており、駅前に垂れ幕も掲出している。その後2015年8月28日に2016年3月より日中時間帯に1時間に1本をベースに一部のロマンスカーを停車させることが発表され、同年3月26日より停車するようになった。箱根、郷や相模郷の一部は当駅、 または二駅先の本厚木駅のどちらか一方に停車するが、当駅と本厚木駅を両方とも停車する特急ロマンスカーが一部存在する。2018年3月17日のダイヤ改正から一部のモーニングウェイ号が当駅停車となった。なお、メトロモーニングウェイとメトロホームウェイはすべて停車する。東端式ホーム一面二線を有する地上駅。駅舎は、 小田急電鉄のホームに隣接して設置されている。改札口は南側東端部一箇所のみとなっている。なお、海老名管区として東駅相模大塚駅を管理している。相模鉄道によると利用者が2004年度から3年連続で増加していることから乗客の安全に配慮しラッシュ時のホーム上の混雑を緩和する目的でホームを 現行の9メートルから13メートルへと4割ほど拡幅することを行った。2007年11月17日まで使われていた2番線の線路を撤去してその部分にホームを拡幅したため、同年11月2日まで電流線として使われていた3番線が2番線となった。2007年秋から仮設のリバーの建設を行い、 当初は2008年9月までの竣工を予定していたが工事の遅れから2009年6月に整備完了となった。合わせて発車表も新しいタイプに交換され、同年8月には自動放送も更新している。東口駅前広場側にエスカレーターが2機あり、2006年12月20日に使用を開始した。また、相鉄小田急のり換通路には、 エスカレーター3機とエレベーター1台があり、2009年3月29日より使用開始した。改札内にあり、多目的トイレが自動生産機横に設置されている。改札内に AED が設置されている。島式ホーム1面2線を持つ地上駅で、京上駅舎を有している。相模線単独の駅としては最も新しい駅である。 ホームと駅舎は小田急、相鉄ホームの西側よりかなり離れたところに設置され、かつては小田急、相鉄の駅と JR の駅とは、屋根のない自由通路で連絡していた、自由通路の所要時間はおよそ3分程度で、あ、小田急、相鉄双方のホームから JR ホームまでの移動時間は7分前後を要する。このため、動く歩道などを設けた新自由通路が、 駅周辺の再開発に合わせて2015年10月に整備された詳細は後日また、同月に開業したララポートエビナも西口に直結された。直営駅、駅長配置であり、管理駅として厚木駅と入谷駅を管理している。駅舎内には、緑の窓口、自動券売機、近距離乗車券用、指定席券売機、自動改札機、 スイカオートチャージ対応型自動生産機が設置されている。2006年11月16日に自動改札化が完了した。校内にエスカレーターはないが、2011年3月に校内エレベーターを供用開始した。出店、JR 東日本、駅構内図。当駅は自由通路の混雑が激しく、特に朝ラッシュ時は、 小田急線と相鉄線の列車が同時に到着すると自由通路の人の行き来が多い。このことから、海老名駅自由通路整備事業が計画され、2010年に完成した。なお、2015年には JR 海老名駅方面へ自由通路が延伸されている。詳細は後日。海老名市小田急電鉄。 相模鉄道の三社でこの事業に関する施行協定を2006年1月11日に締結し、2009年時点では、小田急と相鉄の駅舎のバリアフリー化の工事が進められていた。自由通路を改装前の7メートルから12メートルに拡幅して、コンコースを増築、加えて東側への中央改札口の新設、ホームの傘上げと屋根の改修を実施し、多機能トイレの設置、 ホームとコンコースを結ぶエスカレーターとエレベーターの設置を行った。また、JR 以外で初めて鉄道警察隊の分駐所も新設された。2007年1月13日から小田急線、東口階段、駅前広場側が一部閉鎖されたため、バスやタクシーを利用する場合は、総鉄の階段、またはペデストリアンデッキを経由しなければならなくなったため、 同年5月12日からエレベーターや中央改札口、新設など新駅舎の一部が使用開始された。2008年2月3日から小田急線上下ホームに新設された中央改札口に通じるエスカレーターの使用を開始するとともに小田急線の臨時改札口を閉鎖して改札口を中央改札口に一本化、並びに小田急線。 相鉄線の連絡通路を閉鎖したので乗り換え経路が中央改札口から仮設階段を経由して一旦東口に出て乗り換える経路となった。また JR 相模線との連絡通路も一部移設された。2009年3月29日から小田急相鉄を連絡する乗り換え通路も新設されエスカレーター3機、上り1機より2機とエレベーター1機も 新たに設置されるとともに、西口階段の一部を閉鎖し、エスカレーター2機の使用を開始し、同時に東口にあった仮設階段は閉鎖された。2009年5月31日より、小田急線の新宿方階段を使用開始し、また、小田急相鉄との連絡エスカレーターの運転方向を上り2機より一気に変更した。2009年12月13日から、 小田急線の改札口が増設され、従来の中央改札口と新設される西口改札口の2カ所となった。また、東西自由通路と JR 相模線方面を結ぶ連絡通路の使用を再開し、これにより JR 相模線の乗り換えの経路は現在よりも短くなった。合わせて、東西自由通路と西口を結ぶ西口階段、本設の使用を開始した。 2010年5月16日より小田急先客用トイレ本節の使用を開始し、また駅津と無室が中央改札口の小田原方面よりに移動し、切符り場も左側に移動した。2010年8月20日より一部工事中となっている駅構内及び自由通路が全面完成、開通。これをもって4年7ヶ月にわたった自由。 通路整備工事は完了した。工事開始以来あたり駅構内には飲食店がなかったが、同日に小田急マルシェエビナがオープンし、吉野屋や小田急グループ企業が運営するマグロ市場、箱根そばなどが入店した。その工事完了後は JR 相模線の駅のバリアフリー化工事が行われ、2011年8月にエレベーターが設置された。 2010年に完成した小田急海老名駅構内の自由通路を延伸する形で JR 海老名駅までの連絡通路、新自由通路が2015年10月に整備された既存の駅間連絡通路の並びに作られるため新自由通路への切り替えまでは既存の連絡通路が使用されていた。また小田急海老名駅の東口や JR 海老名駅の北西側両駅社間では 再開発事業が進行中、詳細は、後日で、再開発の中核施設となる、ララポートエビナまでを結ぶ動線にもなっている。既存の駅間連絡通路、延長約200メートルは、幅4メートルの屋根なしであったが、これに対して新たに設置された、連絡通路は幅12メートルの屋根付きで、動く歩道や蓄電池、倉田陽光発電システム、LED 照明。 ミストシャワーなどが設けられている。公設の再開発事業の進捗により、各社とも2015年に入り利用客が大きく伸びた。なお小田急では、当駅近くに今後、ロマンスカーミュージアムを建設する計画、2021年春開業予定があり、さらなる利用者の増加も見込まれている。近年の1日平均乗降人員の推移は、下記の通り、 JR は除く。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。従来の集落とは関係なく、小田急小田原線と相鉄本線の合流点に設けられた、当駅は開業当初、周辺集落のいずれからも遠い水田地帯の真ん中に位置していた。海老名町、1971年より海老名市の中心集落に近い東口側に、 駅前集落が形成されたが、その発展は長らく限定的なものであった。駅周辺の市街化が進行するのは、水田からの農地転用と再開発事業が進み、以下の諸施設が建設された1980年代以降のことである。以前からの市街地で、小田急線、相鉄線の東駅メイン出入り口である東口には、ビナウォークが立地し、 丸イエビナなど130以上の専門店が入居する。少し離れると、イオンエビナ店や、ショッパーズプラザ、エビナなどの商業施設、エビナ市役所やエビナ郵便局、さらに山田電機や、大倉フロンティアホテルエビナ、エビナプライムタワーが、そして駅からかなり離れているが、小島、ビッグカメラなどが立地する。また、駅周辺にはマンションが立ち並んでおり、 駅前に高層マンション二棟がある。イオニエビナ店には日本初のマルチプレックスシネマともされるバーナーマイカルシネマズの1号劇場が1993年4月に開業した。その後2002年4月にできたビナウォークにも東方シネマズエビナが進出するなど近距離に映画館が2店舗立地している。エビナを映画の街としてアピールするため 2002年から2008年まで、エビナプレミアム映画祭が開催されていた。このほか、東口の北東側では、商店街活性化の取り組みとして、独立を目指す、飲食店などが入居する商業施設、クエの道場が4年9月より10年間の、期間限定でオープンしていた。さらに、東口エリアの再開発として、駅前の旧駐車場スペースに、商業施設及び、 上層の賃貸住宅からなる地上11階建ての複合施設、ビナフロントが2014年10月に完成している。同施設の2階部分では、駅のコンコースやビナウォーク方面に向かう、ペデストリアンデッキと直結する構造となっている。小田急線、相鉄線の駅と JR 線の駅との間、駅舎間には、小田急電鉄エビナ電車基地やエビナ市文化会館。 総合福祉会館、海老名市立中央図書館などがある。また、これまで JR 海老名駅の北西側は、理工テクノロジーセンターやビアメカニクスなどの工場や田んぼが中心で、東口と西口では、町の様相が大きく異なっていたが、西口や小田急 JR 駅社館において、後日のように再開発事業が進行中である。なお、 西口の再開発事業における中核施設としては、ララポートエビナが2015年10月に開業している。相鉄線の駅はラッシュ時に混雑が状態化していることから、改札と駅舎を現在のホーム南端だけでなく、北端にも設置し、北口として駅前広場も整備することとなった。また相鉄ホームの上部を覆う形で西口から東口まで、 連絡通路を設置し、さらに南側の相鉄駅舎も現在の2階建てから3階建てに全面改築して福祉施設などを入居させる計画となっている。工事は国土交通省の鉄道駅総合改善事業における形成計画事業として実施され、事業主体は海老名市、相鉄、官邸機関などによる法定協議会の一般社団法人海老名市地域。 公共交通協議会なり、2020年度の完成を目指している。これまで開発が行われてこなかった、東駅西口エリア、JR 海老名駅の北西側でも再開発が計画されている。三井不動産による大規模商業施設、ララポート海老名を街の中心に配置し、商業、業務、住宅の複合施設、マンション、小建て住宅などが整備される、 計画人口は3000人。商業施設の開業及び町開きは2015年10月。また、西口エリアとは別に、小田急と JR の駅舎間エリアでも、民間企業による再開発が今後行われる計画である。このほか、再開発事業に合わせて、西口駅前ロータリーや、前述のように、小田急海老名駅 R 海老名駅間の新自由通路も整備されている。 2015年10月27日より、神奈川中央交通のバス停が JR の海老名駅西口に移転したため、海老名駅西口という同名のバス停が以下の2箇所に存在することとなった。ビナフロント南側、パチンコ店の裏側にある自家用車用の送迎ロータリーで、またパチンコ店、マンション駐車場の出入り口にもなっているためバス停の設置許可がおりず、 バス停のポールは設置されていない。など。高速、観光バスターミナル。バッセルは、バースルと発音し、英語でにぎわいを意味する。またバス、バスとの掛け言葉にもなっている。海老名商工会議所、イオンリテール4海老名ショッピングセンタータイムズ24、杉崎観光バスと共同で開設。エビナ駅東口のバスロータリーから、 南方向へ約700メートルの地点にある。海老名駅東口のバスロータリーから、海老名市役所方面へ南に約400メートル進み、国部関面交差点で東へ約150メートル進み、マクドナルド海老名店を右折した約150メートル、先の駐車場内にある。2016年10月9日に共用開始し、高速バスは2017年3月17日から停車。 高速乗り合いバス専用。海老名駅東口のバスロータリーから、海老名市役所方面へ南に約400メートル進んだところにある、国部関面交差点の西側、ライレン,ンタルクリニックの前にある。このバス停を使用するのは、後発の高速乗り合いバス事業者のみで、海老名駅東口のバスロータリーは先発の総鉄バス、総鉄グループ、神奈川中央交通、 小田急グループのみが使用している。2015年1月12日供用開始。2017年3月16日をもって、供用終了。バッセルエビナ以降、エビナ駅東口から線路沿いに、東方向、相模大野駅、横浜駅方面へ、約500メートル先の大堀西交差点。目印は、セブンイレブンエビナ駅前店付近の駐車場内にある。 最寄りのバス停は、天平通り、海老名市、コミュニティバス、国部ルート、主に企業の送迎バスが利用するターミナル。小田急の車両を、搬出入りする際には、相鉄線を経由して、当駅が使用されていたこともある。駅所在地の自治体名が、海老名であることから。なお、海老名の名の由来には、様々な説がある。詳細は、海老名市地名の由来を参照。 小田急と相鉄の駅舎が共に老朽化し、かつてゼマにもなっていたことから、新しい駅舎を建設、駅改良工事することとなった小田急は、新築、相鉄は一部改良。その際の2006年4月16日に、当時の厚木市長の呼びかけで、両社関係者出席のもと、相鉄線の駅から小田急小田原線本厚木駅への乗り入れに関するシンポジウムが開催された。 相鉄側の見解としては、小田急線のみならず、他社線との相互直通、乗り入れについては、利便性向上や沿線パッチの向上、新たな輸送需要喚起になるため、今後の研究課題としている。一方で、この時点で、前述の当駅における新築計画を白紙として、見直す必要があることに加え、などの課題もあり、小田急及び、相模鉄道は難色を示している。 現在も、前述の駅改良工事が継続されていることにより、構想の実現はさらに遠のいている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。